はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、ちょっとまた天候が悪いですね。なぜこんなに天候が悪いのかよくわからない。これレイン、そうだね、これじゃないといけないんだけど、どうせまた雨降ってくるからな。で、今回なんですけど、アップデートによって善逸が超パワーアップしました。はい、まあこのスポーンエッグの善逸でやってもいいんですけど、せっかくなんでこちら、日輪刀の善逸でやると技が打てるので、今回その技を打っていきたいんですけど、今までの善逸って霹靂一閃、まあ1の方ですね、霹靂一閃だけだったんですね。これが霹靂一閃ですね。突進していくと端から端までいけるんだね。これこうやってやると、ちょっとこれだと分かんないかな。もうちょっと前行く。ここで霹靂一閃と、はい。で、火力はそんなにない。その代わり、まあ、クールタイムはあまりなくて、バンバン撃てる。さらに移動手段にもなるっていう感じなんですけど、これ今ちょっとサバイバルモードじゃないので、ちょっとサバイバルモードにしようか。サバイバルモードの方が多分、クール時間とか分かりやすいんでね。で、こういう感じで、まず霹靂一閃撃つと。で、まあ、クールタイムもそんなに、まあ、長くはない。その、意外と短くできるんですけど、今回この霹靂一閃の他にですね、とりあえずじゃあ、ちょっと変えてみますか。いきますよ。このシフトボタンを押して、いきます。はい、まずこちら霹靂一閃、神速が追加されました。はい、これ3の方だったよね。1の方で、霹靂、そうか、1の方しか打てないもんね。霹靂一閃1の方の、まあ、3番目の、神速になりますね。これを打つと、はい、このようにちょっと分かりづらいかな。クールタイムというか、技を打つまでのクールタイムはちょっと長いんですけど、火力がすごい高いと。いきますよ。神速と。まあもちろん、そのスピードもアップしてるし、火力ももちろんアップしていると。で、さらに今回なんですけど、こちらです。ついに出ました。はい。雷の呼吸ですね。こちら、炎いか、なんて読めばいいんだろうね。炎いかづちの神でいいのかな。炎いかづちの神なのかな。ちょっと発音がわかんないんですけど。こちらはですね、クールタイムというか、かなりかかります。かかるんだけど、やばいのよ、火力が。これどうやったら分かりやすいかな。ちょっとね、この第三者視点で見てもらった方が分かりやすいかなと思うんですけど、周りに雷が、放たれて、ね、その直線上に攻撃していくと。で、火力がとんでもなく高いと。でもその代わりクールタイムがかなり時間がかかってしまいますよっていう感じなんですけど、はい、うわ、自分がえぐられる。だから今回この強化された、まあちょっと発音違うかもしれないんですけど、炎いかづちの神でいいかな、うん、炎いかづちの神、どっちだろう、うん、で、今回こちら炭治郎、はい、火の神神楽が実装されたんですよ。その炭治郎と戦ってみようかなと。はい、炭治郎対善逸ですからね、結構激アツだと思うんですよ。で、この炭治郎もやっぱり結構強くて、一発、これもう、火の神神楽打っていきます。一発打って、で、やっ、普通にやっても絶対勝てないんですよね、これ。はい、まずもう火の神神楽打たれる前に負けるんで、それをまあ、なんだろうな、善逸のこの火の神神楽使って勝てるのかやってみたいと思います。だ、ちょっとせめてダイヤモンドはつけた方が、ダイヤモンドの装備はちょっとつけさせてもらって、まあ、なるべく火の神神楽で一撃で倒せないかなとは思ってるんですけど、一撃は厳しいか。でも結構それぐらいに、一撃でいけるんじゃないかぐらいの火力だとは思うんだよね。じゃあ、ちょっと装備整えていきたいと思います。さあ、これでいけるか、もうすぐできるか。多分短期決戦になるとは思います。ということで、まず炭治郎くん出しましょう。ついに火の神神楽 VS、炭治郎 VS 善逸ってあまりないんじゃない？あまり見ないと思う。じゃあ、まず炭、あ、まずちょっと待って、善逸の技を、霹靂一閃。神速、これですね。はい、炎いかづちの神、こちらにさせていただいて、炭治郎まだ狙ってこないんでね。じゃあ行きましょう。これ鬼化した方がいいかな。鬼化した方が炭治郎を最初で襲ってくるかな。あ、でも鬼化した、あ、鬼化してもあれか、多分使えるはず。鬼化するか、ちょっとでも強くなっちゃうんだよね。やめとこうか、これでいきます。で、弓矢打って、ちょっとなんだろう、ちょっとちょいダメージは入っちゃうけど、まあちょっと攻撃しちゃいましょう。まあ短期決戦だからご飯いらないと思うんだけどね。じゃあ行きましょう。一発です。それでは、サバイバルモードに切り替えて、行くぞ。スタート。来い、炭治郎。行くぞ！行け！
対決するかみ、どうだ、いや、やばいやばい、来る、ヒノカミカグラ、危ねえ、逃げろ、やばい、ちょっと、あー、やばい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 、ちょっと待って、ごめん、ごめん炭治郎、ごめん炭治郎、ごめん炭治郎、ごめんって、炭治郎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 、よし、どうだ、いや、まだ来る、まだ来る、ちょっと、炭治郎、ごめん、炭治郎、ごめん、ごめん、炭治郎、ちょっと待って、ごめん、本当にごめん、助けて、炭治郎、炭治郎、やだやだ炭治郎、炭治郎、ごめんごめんって炭治郎、やだ、炭治郎強で、どんだけあれだろうな、鬼殺隊のスポーンがなんか麻痺しちゃってるか分かるな、あの柱がどんだけ強いかっていうのが分かっちゃいますね。なんかその鬼同士で、鬼とかその銅馬とかと戦わせると炭治郎ってまあ戦ってはくれるけど、やっぱり結構負けてしまうというか、まあ戦力にはもちろんなるけど、まあ結構パンってやられるイメージだけど、いざ戦うとあれだね、やっぱり負けるね、当たり前だけど、ちょっとさ本当にやられれるかどうかちょっと試してみよう、見てみよう相手に、炭治郎ごめん、どうだ、当たってる、炭治郎、炭治郎、あれ当たってる、炭治郎、もしかして当たってない、炭治郎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 、え？あれ？ちょっと霹靂一閃やってみよう。ふっ、ん？霹靂一閃。あい、ちょ、炭治郎、炭治郎、炭治郎くん、炭治郎さん、今度こそ。よし。え？これもしかして味方に当たらない感じ？神速。ふっ、あ、当たった。今当たったんじゃない？ちょっと今当たった気がする。ふっ、ん？あれ？ちょっと、炭治郎くん？当たらない。わかった。じゃあ、もしかしたら鬼には、鬼っていうか、鬼殺隊には当たらないのかもしれない。じゃあですよ。鬼と戦ってみましょう。まあ、強化された赤座と戦ってみようか。もしかしたら、それのせいかもしれない。赤座出して、はい。で、これで、ちょっと待ってね。ゲームモード、サバイバル。いくぞ、新作、あ無理、鬼になら当たるかな、ふっ、あ、当たった、やっぱ、あ、いや、火力がそんなにない、もしかして、あー、火力があんまないかも、これ赤座の体力見てもらえばわかるんですけど、まあ確かに強いですよ、確かに遠距離攻撃だし強いんだけど、うん、あーでもまあでも確かにこのなんだろう、この端から端まで攻撃ができる、要は他に隊員がいる状態でこっから攻撃してさらに逃げることができるって考えたら確かに強いかもしれない、これは他のね煉獄さんとかと一緒に赤座が戦ってる時にあの遠くからずっと援護し続けるみたいな感じができたら面白いんじゃないのかなとは思うんだけど、火力的にはまあでもそうだよね、結構ガンガン攻撃出せるし、あのかつね遠距離攻撃できるからね、霹靂一閃だと、あー一発だ、攻撃的には一回ダメージだから、ね神速だと、神速ほ、あー神速もあれだね、一発ちょっとダメージがうんちょっと上がってる感じで、ごめんなさい、で炎イカズチの神がそうだね、うん、火力は上がってるっていう感じかな、多分ここでいきますよ、ほっ、うん、そうだね、2回ぐらい2倍ぐらいの攻撃力にはなってる、まあでも赤座相手にこんだけダメージ与えれるのってすごいからね、普通に殴るとどうなの、普通に殴ったら、あー、うん、そうだね、普通に結構これダイヤモンド装備ぐらいの火力あるってか、ダイヤモンドの装備ぐらいか、あの剣ぐらいあるんですけど、それでも結構ダメージそんな食らわないからね、だからそう考えるとやっぱり強いかもしれない、まあでも伊之助も強いけどね、これ伊之助が、刀2本あると、攻撃、波動攻撃打てるんですよ。だから、多分、鬼滅の刃の、このサバイバルになってくると、これがかなり必要になってくる。伊之助の刀がいいと思うんだけど、これで、ほら。これ強いんだよね。ほら。あ、いなくなった。まあ、でもこれは、クリエイティブだから今ガンガン打てるけど、もちろん、サバイバルになったらクールタイムがあるのであれなんですけど、2本あればこういう感じで遠距離攻撃できるし、かといって1本だけであるだけでも
こうやって、空間、はい、認識、これができるんで敵がどこにいるかすぐ分かるっていう。だからちょっと今ね、多分動画で、鬼滅の刃サバイバル、ね、一応鬼殺隊編と鬼編やってるんですけど、鬼殺隊編では結構この伊之助の日輪刀、そして炭治郎の日の神神楽、この2つを結構使っていくことが多いんじゃないのかなと思いますが、でも善逸もね、やっぱり個人的に一番好きなキャラなので、善逸ももちろん使っていく予定ございますので、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ今回、単一じゃねえわ炭治郎と善逸が混じった炭治郎と、善逸で戦わせてみましたが、まあ、もしね、他にもコーナーやってほしいよとかありましたら、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、そしてベルマークよろしくお願いいたします。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。